ジェイソン・マイケル・キップニスは、アメリカ合衆国入りの異衆クック軍、ノースブルック出身のプロ野球選手。右ト左だ。MLB のアトランタ・ブレイブス参加所属。愛称はキップ。アリゾナ州立大学時代高校卒業後は、ケンタッキー大学に進学し、2008年からアリゾナ州立大学に移った。 同年の MLB ドラフト4巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名されたが、この時は契約せずに大学に残った。2009年の MLB ドラフト2巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、57万5千ドルの契約金で入団した。2010年には、外ア手から二類手に転向した。A 級キンストン・インディアンスと AA 級アクロニアロズで打率30。307。 16本塁打、74打点、オプス87、878を記録。オフには、インディアンスの最優秀マイナー選手に選ばれるとともに、ベースボールアメリカ市から球団内で、ロニーチゼンホール、アレックスホワイトに次ぐ3位、全体では54位の有望株に選ばれた。2011年は、トリプル A 級、コロンバスクリッパーズからスタート。 7月のオールスターフューチャーズゲームではフリオテヘランから先頭打者本塁打を放った。7月22日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。8月14日に右ハムストリングを痛めて故障者リストに入ったが9月6日に復帰。最終的な成績は36試合の出場で打率。272、7本塁打、19打点、出塁率。 333を記録した。2012年は、正二類種として152試合に出場。打率、257、14本塁打、76打点、31盗塁という成績をマークし、攻撃と走塁の両面で、チームに貢献した。2013年は6月に打率、419、4本塁打、 25打点、オプス1.216で、初のプレイヤーオブザ・アマンスを受賞。初めて、オールスターに選ばれ、クレイグ・キンブレルから打点も稼いでいる。レギュラーシーズンでは、打撃3部門でいずれも2012年を上回る、成績を残した。総類面でも2年連続30投塁以上を、決めたが、三振が143と、大幅に増加した。 2014年4月4日にインディアンスと総額5250万ドルの6年契約に合意した。3年連続で規定打席に達したが前年とは打って変わり打撃3部門の数字を下げた。オフの12月17日に左指の手術を受けることが発表された。2015年は5月に打率429、4本塁打。 17打点、オプス1.217で2度目のプレイヤーオブザマンスを受賞し、初の月間50アンダーを達成した。7月には、オールスターのメンバーに選出された。141試合の出場で打率30。303、9本塁打、52打点を記録した。2016年は、自己最多の156試合に出場し、打率。275、23本塁打。 82打点、15、盗塁を記録した。2類の守備では、12失策を喫した。そして、ボストンレッドソックスとのディビジョンシリーズでは、5試合で、ソロ本塁打1本のみに止まり、打率。053と活躍できなかった。続く、トロントブルージェイズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、3試合で、打率。364、1本塁打、3打点を記録し、 チームのリーグ優勝に貢献した。2019年は121試合の出場で打率。245、17本塁打、65打点に止まり、オフの10月31日に FA となった。2020年2月11日にシカゴカブスとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、18日に正式公示された。 7月17日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。この年は44試合の出場で打率。237、3本塁打、16打点を記録。オフの10月28日に FA となった。2021年2月15日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 メジャーデビュー当初は外ア手から二塁手へ転向してまだ日が浅いことからエラーの多さや閉殺処理などに改善の余地があるが身体能力は優れているため将来的には少なくともメジャー平均レベルまでは達すると予想されていた。ありがとうございます。